リームキングダムサリのモノクロールワールド。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオより生放送でお送りします。またショールームというアプリケーションとも同時に配信しております。放送中の映像を見ることができますので、漢字で1人10食と検索してぜひチェックしてみてくださいね。毎月第2金曜日18時半から19時はシンガーソングライター猫好きのサリが歌に込められたメッセージをお届けします。皆さんこんばんは、シンガーソングライターのサリです。始まりました第25回ドリームキングダムサリのモノクロームワールド。今日は10月の14日の金曜日、時刻は18時半回りましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。随分ね過ごしやすい気候になりました。私これくらいの気候が大好きですね。あのお洋服もちょっとね、あでもどうかな、お昼と夜と朝とでね、なんか気温が違って何着たらいいんだろうってちょっと迷うね。もうダウン着てる人もいましたよね。さすがにちょっとダウンは早いのではと思いながらも私は薄いシャツを着て今日ラジオに挑んでおります。な秋といえば皆さんなんとかの秋って聞きますよね。なんとかの秋、スポーツの秋とか読書の秋とかいろいろありますけど、まあそのなそれの由来私わからなくて、なんでスポーツの秋っていうね、なんで読書の秋っていうねって思ってたんですよ。まあ、ちょっとね調べてみたんですけど、まあなんか1964年、もうどれくらい前、60年前に行われたあの東京オリンピックがね、秋の 10月だったんですって。でそれがあの東京オリンピックきっかけに、なんか開会式の日である10月10日があの国民でスポーツを楽しもうねっていう意味合いを込めて、あの体育の日って名付けられたんですよ。今はスポーツの日ですよね。で体育の日としてスポーツを楽しむのがなんかもう定着し始めて、運動会も秋に行われることがね多くなったんですね。ただ私運動会5月にやった記憶あるけど皆さん運動会は秋にやりましたかね。確かになんか昔の漫画とかアニメ見るとなんか秋に運動会やってるなと思ってるんですよ。今もどうですかね、運動会いつやってるんだろう。まあ雨が降らない時期ですよね。だって9月雨多いイメージがあるんで、私は9月じゃなくてやっぱね、やっぱでも10月なのかな、体育の日あるからね。でも10月にやった記憶ないんだよねそうそうそう。でまあスポーツはね、そのオリンピックがまあきっかけだったそうですね。で、まあ読書の秋、いや本当に読書の秋が本当に分かんなくて、涼しいから本を読む、いやうーんと思ってたんですけど、なんかあの秋はなんか人間が集中して本を読むのにあの適してる季節なんですって。なんか集中しやすいからってことなんですね。なんかあの私はちょっと知らなかったんですけど、関羽っていう詩人があの逃避親しむべしっていう、あの灯火親しむあのべしっていう、あのそういうね詩を書いてたんですよ。灯火って書いて逃避ですね。で、まあ、その詩には秋は過ごしやすい季節だから夜には明かりを灯して読書をするのに最高だみたいなね最適かなそんなね意味が込められてるんですって。でその詩を夏目漱石があの三四郎というね作品に取り上げたことがきっかけで、最適な季節の秋に読書をしようっていう風習が生まれたんですって。そう、あ夏目漱石がこれをこう何その詩を引っ張ってきたんだなって、そこにね私あの初めて知りました。でそこからね読書の秋が生まれたんですね。すごい、もう何でも秋じゃないかって思ったんですけど、スポーツは活動的じゃないですか、読書はおとなしいじゃないですか。なんかね極端だなと思うんですけど、まあとにかく何かをするにも最適なのかな秋ってね。本当に私は大好きな季節ですよ。まあ、そんなね秋のでもやっぱ夜お散歩するのってどうですか、いかがですか秋のちょうどいい気候で、ちょうどねその夜ね夜風を浴びながら感じながらね、あのお散歩するっていう曲が私のオリジナル曲にあるんですよ夜風っていう曲なんですけど
私のミニアルバム猫に収録されている1曲目に収録されている曲で、そう、私がね、なんだろう、もう音楽活動する前に作った曲なんですよね。なんかすごい初期の曲で、なんか初期感満載の曲ですけど、でもそう、まあ、結構ね、夜寝る時に聴いた寝れそうな、ね、優しい曲でございます。それではですね、私の弾き語りでお届けしますオリジナル曲の夜風。ありがとうございました。お聴きいただいたのはサリのオリジナル曲夜風でした。ミニアルバム猫に収録されている曲でございます。どうですか、秋の夜風を感じられたでしょうか。はい、うん、そんなね、なんだ、心が落ち着くような曲をお届けした後に、一旦ね、ここでね、お便り読ませていただきますね。今日もお便りありがとうございます。では、1通目、ラジオネームたかかっこ神奈川さん、サリちゃんこんばんは。すっかり涼しくなって秋っぽくなりましたね。秋というと芸術の秋やスポーツの秋、食欲の秋などなど、何をするにも良い季節でもあります。今年のサリちゃんは何の秋にしたいですか？よかったら教えてください。理由も合わせてお願いします。そして来月の今頃はバースデーライブですな。どんなステージが見られるかワクワクが取れません。楽しみにしてますと。ありがとうございます。じゃあまず、なんとかの秋、何の秋にしたいですかっていうね、質問に対して、私はそうね、音楽の秋ね、やっぱり。やっぱり音楽の秋ね。今年の秋も音楽をいっぱい楽しむ季節にしたいですね。皆さんはどんな秋にしたいですか？で、来月の今頃はバースデーライブということでね、はい、11月の12日私のバースデーライブ、バースデーがね11月の7日なんですけど、まあ、その5日後に西五反田のサウンドギャラリースローブというところで行います。1部と2部ありましてね、1部が弾き語り、2部がピアノセッションということであります。皆さんぜひね、11月12日にスケジュール帳にサリのバースデーライブだとメモしていただければ幸いでございます。はい、ではでは、続いてラジオネーム S さん括弧犬派さん、サリさんが初めて買った CD は何ですか？僕は多分メタリカのメタルジャスティスです。低音スカスカのミキシングで有名で、スピーカーを壁に押し付けて点をブーストしたり頑張りましたが、ベースは聞こえませんでした。ギターリフは良かったです。低音が強調されたリマスター版も聞きましたが、やっぱりベース全然聞こえなくて逆に安心しました。ベースが聞こえないってことは、なんかこう本当あれなんですね、軽い印象の音楽になるんですね。私が初めて買ったのは、お小遣い、自分のお小遣いで初めて買ったのが、友達のお誕生日プレゼントで、アジアンカンフージェネレーションさんのアルバム買ったんですね。そう、それが初めて買った CD かな。そう、友達の影響でもないか、なんか私もアジアンカンフージェネレーションなんか好きで、友達も好きで、そう、なんかね、すごいよ、アジカンこれがいいんだよみたいな話をねしてたりとか、やっぱり好きな音楽が同じって嬉しいですよね。
そうね、そう自分もアジカンの CD は聴いてましたし、すごくね、本当あのさっきもね聞いてたんですよ、来る時にそう来る時に聞いてて、やっぱりいいなって思いながら、そのね私、まあ、次は思い出ソングをねお届けするんですけど、アジアンカンフージェネレーションさんからソラニンって曲をねお届けしたいと思ってるんです。でソラニンって曲はあの映画にも使われてた曲なんですけど、皆さん記憶にありますかね。あのソラニンの映画を予告編で見て、それだけで泣いたんですよねそれだけで泣いた。もうなんか何このソラリンの曲に、曲じゃない、映画に合わせて作られてるから、曲と映画がリンクするんですよ。あー曲聴くだけで泣けるみたいなそんなね、もう何素敵な曲なんて、もうイントロからなんかね心つかまれるんですよね。まあ私は今日はアコースティックギター弾き語りなので、実際の音源とはねまた異なったね感じの雰囲気の、曲になるんですけれども、ぜひね今日はアジアンカンフージェネレーションさんの、ソラニンお届けさせていただきたいと思っております。それではね、お聞きください。アジアンカンフージェネレーションさんのアジアンカンフージェネレーションさんのソラニンアコースティックギター弾き語りバージョンです。思い違いは空の彼方、さよならだけの人生か、ほんの少しの未来は見えたのに、さよならなんだ。誰かが住んでんだ、君に言われたひどい言葉を打たな気がした。毎日もあの時こうしてれば、あの日に戻れれば、あの頃の僕にはもう戻れない。ございました。お聞きいただいたのはアジアンカンフージェネレーションさんのソラニン、アコースティックギター弾き語りバージョンでお届け、弾き語りでカバーバージョンでお届けしました。もう本当にねアコースティックギターだとだいぶイメージが変わりますが、好きなんですね。あの歌ってるとこうテンションが上がってきちゃうんですよ、好きな曲って、うおーってなっちゃう。なんかこの A メロ B メロのね、なんかこうスーンってしたこのなんかスンってした感じで、あの世の中を見てる人がやっぱり急にね感情をこうたぎらせてわーってなる、この A メロ B メロとかのサビのこの差ね、すごくね心がグッとつかまれるんですよ。ぜひ皆さん音源も聞いてみてくださいはい、それでね、あのまあ、冒頭に、スポーツの秋、あと何読書の秋お話ししましたけど、まあ皆さんやっぱり一番最初に出てくるのって食欲の秋じゃないですか。私だけかな私だけかな、食欲の秋出てくるの。でもそうやっぱ食欲の秋っていうじゃないですか。まあね、大体は秋の味覚が美味しいからじゃないかなって私はね想像していたんですけど、まあ秋になるとねこのクマとかイノシシがね、あのこう人間がね住んでくる町たちに降り立ってきて畑を荒らしたりね、あのなんか
木になってる果物を食したりとかして、まああちこちをね、あの食べ食べしてる、あの農家の人が泣いてるっていうニュースは、まあ、見ること多くなってくると思うんですよね。あの冬眠するじゃないですか、冬眠るじゃないですか。だから秋のうちにうわーってこう食べ物をね食べ込むって、まあね、でも皆さん知ってるかなんかリスとかさ、あの頬袋にすごいなんか詰め込んでるイメージありません？まあね、まあ、その冬眠に備えて、まあ、脂肪分をね、蓄えるためにたくさん食べるのが秋ということでね。人間もそうなのかな人間は冬眠しないよね。でもそう、私はねやっぱり寒くなってくると食欲増してきますね。やっぱり脂肪分をあの食べようとするんだね。毎年冬になると丸々してるんでって、親に言われるんですよ。すごく嫌なんですけどすごく嫌なんですけど、でもねやっぱ寒さに耐えるには脂肪が必要ですから皆さんもね美味しい秋の味覚を食べてね、あの寒さに備えましょうぞ。まあそうでね、まあ秋は栗やさつまいもとか、あの油がたっぷりのサンマとか、牡蠣とかビワとかフルーツとかね、もう美味しい食べ物がいっぱいいっぱい出てくる。私はさつまいもが、あとかぼちゃね好きで、あのコンビニスイーツとかに出てくるじゃないですか、さつまいものクレープとかかぼちゃのプリンとか。おー、秋になると嬉しいスイーツがたくさん出てくるんですよ。スイーツばっかり、あのお菓子が主食なんでねスイーツばっかりなんですけど、でもやっぱりお魚もねどんどん食べたいなって思いますけど、まあそのね、なんか食欲の秋に、まあ、つながってるのかな、収穫の秋っていうのもありますよね。その食欲のやっぱりいろんなものが取れるから収穫の秋っていうのもあるんだそうで、まあその今ね栽培技術とか運送手段とかでもすごい発達してるじゃないですか。もうむしろなんか運送がもう今アマゾンとかさ、あの宅急便いっぱいあるじゃないですか、メルカリとかさ、そういうのでもうネットで買い物するのが増えてるから、余計もうこう何頻繁じゃない活発になってると思うんですよ。まあね、季節関係なく美味しいものをたくさん食べることになってできることできますけど、今は昔はねやっぱそうじゃなかったそうで、なんか昭和のなんか半ばぐらいまではなんか食べ物は季節に応じて収穫されたから、秋しか食べれないもの、あの春しか食べれないものってやっぱあったんですよ。でそれでまあ収穫できる量も違って、やっぱ秋がやっぱ実りが多いんですよね。で秋がいっぱい豊富に収穫できるから、まあ、収穫の秋と言われてたみたいで、まあね、やっぱりいっぱい収穫できるから美味しいものも、ね、取れるからもういっぱい食べようみたいになって、食欲の収穫の秋、食欲の秋ってつながってるんですね。まあ、そこであのつなげて今回あのなんかスポーツの秋と読者の秋、この相反するのと、まあ、後半で食欲の秋とあの収穫の秋でつながってるものをね、あの改めてご紹介させていたんですけども、もしかしたら聞いてる人のほとんどが知ってるよそんなもんって思ってるかもしれないってちょっとね言いながら思ったんですけど、まあ、でも私は知らなかったから、小学校の時とかに勉強したかもしれないけど、右から左だったから、まあ、おさらいということでね復習ということで、まあ、あの皆さんにねお届けしましたよ。まあそんなね、まあ、秋の話をたくさんしたところで、やっぱり私も秋ソングをお届けしたいと思っておりますよ。で今日のねあの最後に弾き語りするのは、ね、秋ソング、まあ、チョコレートコスモスって曲でございます。秋のお花といえばコスモスってイメージがありまして、秋桜って書きますよね。やっぱりもうそう、私コスモスが好きなんですよ。でコスモスピンクとか白とかありますけど、チョコレートコスモスって本当チョコレート色、もう黒いコスモスも言われてるんですけど、まあ珍しいコスモスなんですよね。でまあその珍しいコスモスをテーマに、作りました、あチョコレートコスモスって曲。まあまあ悲しい曲ですよ。悲しい曲というか、なんかこの何、今までこのね忘れ去ろうとしてた、もうあだいぶ薄れてきたなこの悲しい記憶って思ったら、なんでお前出てきたんじゃっていうタイミングで、なんでこのタイミングでみたいなね、この元凶となる人が現れまた悲しい気持ちをぶり返すって曲ですそう、まあ、そう、なんか秋ってなんだろう、私はちょっと寂しいイメージがあるかな。一年の中で一番寂しい感じがするのって秋なんですよ、実は私。
なんか冬はキラキラしてる、イルミネーションとかがあってキラキラしてるんですけど、秋ってなんかねすごい物寂しいイメージがあるんですよね。まあ今月はハロウィンあるけど、なんかハロウィンがあるとはいえやっぱ寂しいイメージがあるんですよ。まあそこのねつながりで、チョコレートコスモスお届けいたします。それでは聴きください。サリのオリジナル曲でチョコレートコスモス。ありがとうございました。お聞きいただいたのはサリーのオリジナル曲でチョコレートコスモスでした。そう、このメロディーラインがね切なくてねってぜひね、私毎日ビゴライブっていうね配信アプリケーションで配信をしておりまして、そこで弾き語りをしてるんですけども、ぜひそこでねフルバージョンを聴いていただければと思います。どんどんそうなんです、チョコレートコスモスは YouTube に上がってないんですよ私 YouTube チャンネルを持ってるんですけど、最近つらいというオリジナル曲を、ね、私のファーストシングルのカップリング曲を今更上げるっていうのをしてるんですけど、弾き語りバージョンでね上げてます。 CD は音源なんですけど、まあ、その前回のワンマンライブで企画でね投票一番ポイントが高かった曲をフル弾き語りでフル上げるよっていうね企画やってたんですよ。そしたらつらいがねそう見事、一番になりまして、まあ、海外の人にもね人気でありましてね、すごく嬉しいことに問題上げさせていただきました。私の YouTube ですね、シンガーソングライターサリです。カタカナでシンガーソングライター、小文字アルファベットで SARI で、シンガーソングライターサリーで、ね、検索していただけるとすぐ出ますし、私のホームページからもねボタン一つでピョンって飛んでいけるんで、ホームページの方がやりやすいのかな、まあ、皆さんのね好きな方法でぜひ YouTube をチェックしてみてください。ショートの方にオリジナル曲山ほど載せております。そうですね、で私のホームページはサリ 1107.com、 サリ 1107.com です。私のお誕生日が11月7日なので、サリ1107ってしてるんですよ。はい、でもう一回お話しさせていただくんですけど、11月の12日私の、バースデーワンマンライブがございます。西五反田のサウンドギャラリースロープというところで、一部が、アコースティックギターでロックな感じの曲をお届けし、二部は、ピアノセッション、初めてねピアノのサポートをつけてピアノセッションで、優しい曲をお届けしてます。だから、ロック系好きな人は一部、優しい曲好きな人は二部、そして両方好きな人は両方っていう感じでね来ていただくのいいですし、まあ、お仕事の前お仕事の後でも楽しめるのかなと思っております。時間が14時と、18時半ですね。まあ、たくさんの人にねお祝いしに来てもらえたらすごく嬉しいです。もうプレゼントはも持ってこなくていい、なぜなら来てくれる人がもう人々が来てくれるだけでそれがプレゼントですから、本当にね皆さんぜひサリのライブじゃなくてライブ自体行ったことない人も、まあすごい椅子に座ってねゆっくり楽しめるライブなので、ライブ行ったことない人もそう落ち着いて見ることができますよ。ライブバーでやりますバーライブって言っちゃってライブバーでやりますのでね、お腹空いたら食事も取れますし、お酒も飲めますし、そうおつまみもあるのでね、皆さん好きなように楽しんでいただければと思いますすごい
これから今もう楽しみで1ヶ月後ですよ。すごく楽しみであります。で、であのそのバースデーライブに向けてパーカー、オリジナルパーカーをね作成しようとしてます。受注生産なんで、あの今回頼んでくれた人のみゲットできる、ものでございます。今回頼んでくれた人だから、今回注文しなかったらもう二度と手に入らないですから、物販で置かないですので、うん、10月の25日までにぜひね皆さんそのパーカーの、申し込みしていただければ嬉しいでございます。私のホームページに載ってるね、載ってるホームページに載ってるんで、パーカーと、ライブの情報、もちろんあの今月22日もライブあるんでね、あの皆さん都合の良い時にぜひ遊びに来てください。私のホームページにあのライブ情報とかグッズとか載ってるんで、さっき紹介したミニアルバム猫の子もね買ったりできるので、ぜひぜひチェックしてください。またね、あのツイッターもどんどん更新していくので、ツイッターもチェックしていただければ嬉しいですし、皆さんね好きなあの何インスタグラムでもいいですから、どん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 あのサリのことをチェックしていただければ嬉しいです。でまたね、あの来月もラジオありますよ。来月の放送日はあれ11月の11日だったかな、確か私のあのバースデーワンマンライブの前日なんですよ。11月の11日、ポッキー&プリッツの日ですねでもやたらポッキーとかを買いたくなっちゃう日ですよその日に、ラジオをさせていただきますので、また皆さんね、その日にラジオを聞いていただければすごく嬉しいです。その時はまた寒くなってるかな、体冷やさないようにお気をつけくださいませ。それでは皆さん、ドリームキングダムパリのモノクロームワールド、これにて、おしまいでございます。また来週お会いしましょう。またにゃー。